TT の焼きたて出来たてミュージックベーカリー。立ち止まってる君の背中は寂しげなまま。ラジオ機の皆様、明けましておめでとうございます。2012年初のラジオがスタートいたしました。今年もよろしくお願いいたします。いやー、まあ皆さんね、お正月、まあ楽しくね過ごされたと思うんですけどもね、まあ TT はですね、まあ1月、まあ新年はね1日休みましたけど、まあ2日からもうね、あのお仕事忙しいですので、福袋をね売ったりとか、まあそういう、まあ目まぐるしい、まあ新年の三が日をね、まあ過ごしましたけれども、皆さんは何かね福袋とか買いましたか？まあ僕毎年ね、まああのデパートの福袋は高くてちょっと買えないので、まあ、あの地元のマルエツで、まあ、タオルいろいろ福袋っていうのが1000円であるんですけども、まあ、そちらを買ってね、こういろんなこうタオルをこう、まあ、手に入れてですね、まあ、今日はこのタオルで体を拭こう、今日は明日はあのタオルであの顔を拭こうとかね、まあ、そんなねあの新年楽しんでおりますけども、まあ、本当に、まあ、今年改めてですねよろしくお願いいたします。次はねゲストコーナーなんですけどもね、まあ、2012年初めてのゲストにふさわしい、北川さん、シンガーソングライターの北川さんにね登場していただきたいと思います。それでは引き続きフォーリアルをお聴きください。どうぞ。遠くを見てるその眼差しは心の中の声を聞いてる。まだ青い月を抱きしめて走り続ける。君の強さがまた新しい扉を開く。すぐ開ける夜を照らし出せ。たとえ一人でも君のこと信じていたい。そんな瞬間にこの世界は動き出す。何を見つけてゆこう。心を2012年初めてのゲストコーナーでございます。今回はねビッグなゲストに、ご登場していただきたいと思いますけれども、はい、ゲスト北川慎也さんです。はじめまして、北川慎也と言います。よろしくお願いします。本当に、ね、2012年始まってのね、まあ、本当にふさわしいゲストだと思うんですけどもありがとうございます。まあ今日はねなんと、まあ、CD 発売のねこれからライブがあるっていうね、はい、まあ、忙しいスケジュールの中わざわざ出演して、ね、くださっているということなんで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ。いや、あの、僕とね、実は北川さん、実はね、運命的な出会いなんですね。はい、本当に。そうなんですよ。まあ、僕がね、まあ、横浜の石崎町で、のラーメン屋さんに、ね、物をね、食べに、ラーメンを食べに行って、で、そのカバンを忘れてね、あの、戻ってきたんです、家から1時間かけて。その時に、ああ、もう疲れたの嫌だな、みたいな、そういうなんかこう、まあ落ち込んでる時にね、自分ってバカだな、みたいな、そういう時に、まあこう、微声がね、こう聞こえてきて、あ、なんだろうと思って、こう胸をね、
ときめかせながらこうだんだんこう声のね聞こえる方に行ったら、あの遊林堂の裏でしたっけ。そうですね、遊林堂前で、そう、そこにね、まあ美しいこう美男がね店をこうね、あの歌ってるじゃないですかと思ってね、まあ、しばらくこう立ってね、はい、見ちゃいましたけども、はい、まあ、そこでね、まあ、名刺を交換して、はい、まあ、それが初めてのね出会いなんですけども ね、まあ、ああやってね、まあ、普段からストリートライブねされてるということで、はいはい、毎週水曜日、毎週水曜日が伊勢崎町の遊林堂前でやらせてもらってます。てか名前がいいですよね、ま、北川っていうのがね、ゆず、ね、名前が想像しちゃってそう、北川つながりで、そうそう、だから北川信也さんなのにちょっとあの北川裕二さんって紹介しそうになっちゃうんですよね。本当に、まあ、そういうのなんかゆずのようなとかそういうのあるんですか。ゆずのようなとかそういう目指してるところははっきりしたのはまだそのゆずではないんですけど、はい、まあ、ソロですもんね。はい、そうですね、ソロで好きなアーティストがだんだんコロコロ変わっていってるんですよ、はい、初め。僕もそうですよ、そうです、ね、本当に1日で変わることもねそれは変わりすぎた。早いですね。そう、まあなんとね、まあ、1988年3月18日生まれってことで、僕もあの3月生まれ。3月生まれですか。そうなんですよ。え、魚座。魚座です、ね、僕も魚座です。あ、本当ですか。僕あの14日生まれなんですね。あ、近いですね。そう、近いですよ。これもまた運命的ということで、ね、運命ですね。で18歳まで、まあ、地元の、まあ、滋賀県で、まあ、過ごされて、はい、で2006年に、まあ、高校卒業と同時に、まあ、ミュージシャンのこの学校にね、はい、行かれて、2008年からこれすごいですね、弾き語りの旅と題してヒッチハイクをしながら、はい、路上ライブを旅し、たくさんの出会いをする、はい、もうさせてもらいましたよ。え、車本当に拾って、もうそうですね、もうお金を持っていかないっていうのを前提にして、あ、まあ、夜行バスでまず東京まで行ったんですけど、うんうんうん、東京まで上京して、そうですね、東京まで行って電車、じゃあバス代だけ持って行ったんで、はいはい、あともう財布の中身はもう空っぽにして、ーカードも置いていって家に全部、でも路上ライブだけで生活をしていって、移動はもうヒッチハイクで乗せてもらってっていうのを、はい、どうでした？出会いっていうのは、出会いはもうたくさんありました。もう今も連絡取らせてもらってる方もいるんで、はい。ギター一本で。ギター一本で。かっこいいですね。ありがとうございます。なんかこう、まあすごくまあいい旅だと思うんですけども、はい、何が一番こう思い出に残りますか？思い出に残ってるのは、そうですね、もう11月から12月までの期間で行ってたんですけど。はい、熊本に行った時に、うんうん、そこであのまたヒッチハイクで乗せてもらって、はい、熊本から、大分の別府っていうところまで乗せてもらったんですけど、はい、その途中の阿蘇山を通りかかった時に、うんうんうん、初雪を見れて、そのいいです、ね、初めて会った人と初雪を見れて本当にいい思い出になったな。初雪をこう見ながらね、まあ、ロマンチックな雰囲気に包まれながらこう、はい、歌う。そうですね。 あ、 いいな。醍醐味がやっぱり土地柄の、うん、そうですよね、やっぱり人の感じ方も全然違ったんで。じゃあもうお知り合いというかその仲間っていうのは全国にいらっしゃるってことですよね。全国、そうですね、旅したところにはもう、そうです、旅したところに、はい、まあ、そういう何でしょう、まあ、北方の心意気というか志、はい、そういうのはどうなんですかね。どこにそのなんかエネルギーがあるところと。エネルギーは、はい、そうですね、やっぱり最近もずっと身に染みて思うのは、応援してもらうお客さんというか方たちがいっぱいいるので、その方たちにやっぱり恩返しというか、うんうん、したいなという気持ちがありますね。やっぱいいですよね、そういう気持ち、はい、やっぱり今のこう、まあ、シンガーの方っていうのはこう自分がこうただ、ね、歌いたいとか、あ、そういう人多いじゃないですか、はい、そんな中でやっぱり、ね、こうファンの方に、はい、まあ、恩返しをしたいとか、そういう、まあ、純粋なそのね、はい、気持ちでこう歌われてるアーティストっていうのは、ね、本当に貴重なですし、素晴らしい、はい、本当にありがとうございます。で逆にね、まあ、こんなこと聞くのはなんなんですけども、はい、まあ、困ったこととかってありました？困ったこと、そうですね、やっぱりお金を持っていかず行ってるんで、はい、やっぱり野宿とかあって、もう初めて野宿したのが旅に出てから、1週間ぐらい経ってから、はい、それが東京、神奈川、埼玉、千葉を回って、うん、そこから名古屋に行こうかなっていう時にヒッチハイクで乗せてもらってパーキングまで行ったんですけど、はい、そこから
もうなかなか乗せてもらえなかって、8時間ぐらいずっと立ってたんですけど、うん、もうそれぐらい乗せてもらえなかった。寒いですよね。寒かったですね本当に。でそれでもう泣く泣く野宿ってなったんですけども、初めての野宿ってめちゃくちゃ怖いですよ。そうですよね、そうなんですよ、なかなかね。でも怖いんでトイレに、うん、あの地図の紙をバーって広げて寝袋を着てトイレの台のところで寝たんですよ。初めての、あの洋式のところ。そうです、トイレが一番安全ですもんね。そうですね、水もあるし。もう怖かったですね。いろいろな意味で。そうですよね。まあなんか、はい、まあ人間もそうですけどね、幽霊とか出るんじゃないか。幽霊がそのもうなるべくドアの上を見ないようにして。ああ、こう覗いてたりとか。そうそう、覗いてたりとか。怖い怖いそれ。そうですね。うん、あとそうですね。はい。怖かったって言ったら変なんですけど、はい、家に泊めてもらう時もあって、その日会った人と、でその時とかもやっぱりちょっと怖かったですね。そうですよね、急にその日会った人、ね、救世主なんですけどね。そうですよね、はい、でもまあ、実際はいい方だった。実際もいい方ですね、やっぱり。まあ、あのホラー以外みたいに、まあね、はい、泊まったらもう食べられちゃった想像しちゃいますよね。本当にもういろいろなパターンを想像して、じゃあのテレビであの田舎に泊まろうってあったじゃないですか、はいはい、まああいう感じ。ああもうそうですね、そのカメラがない。あ、カメラがない感じ、はい、ああいいな。じゃあ、うん、今のこうね、北川さんがこうあるのもね、そういう、そうですね、まあライブのね、はい、おかげ、ヒッチハイクライブのおかげということですね、うん、で、まあ、今ね、まあ、大阪名古屋四国をまあ中心に、はい、まあ、精力的に、まあ、横浜もそうですよね、ちょっと、はい、あのやって、ま、やられてますけども、はい、ということなんですけども、で2011年6月にこちらに、まあ、はい、来まして、本格的に、まあ、東京の方でも活動されているということで、はい、6月、あ、まだ、じゃあまだ半年ちょっとですね。あ、そうなんですか、はい、じゃあのお正月じゃ迎えるの初めてと。お正月はそうですね、こっちでもう迎えて。そうですね、どうなんですかね、こっちと向こうの違いとかあります？お正月向こうの違い、もう大阪もやっぱりそのいいミュージシャンの方というか、はい、もう知り合いのミュージシャンの方もいい人がすごいなって思う人もいっぱいいる中で、こっちに越してからミュージシャンの方がやっぱり多いなっていうのが衝撃的でしたね、はい、すごい多いですよね。多いですね、もうその中でも上手い人もたくさんいて、うん、いい刺激をもらってます。そうですよね、はい、やっぱりこうイベントとか出ても人数がね、そうですね、すごいですよね、はい。そうですか。でもやっぱりこうね、こう西と東でこうの音楽を聴き比べて、まあこういいところをね、まあ取り込んでるというか、うん、まあやっぱりどっちもしてるといいですよね。僕なんかあの、ね、あ、そっち行かないんで、こっちの方しか知らないから、ちょっとまあ北川さんよりもまあ世界観がちょっと狭いんじゃないかなとかね、と思っちゃいますけどもね、うん、で今一人暮らしで。そうですね。あ、そうなんですか。じゃあ食事も炊事洗濯も全部、もう食事もなるべく作るようにはして。とか言ってこう相手がいたりするんじゃないですか、ね、その旅で出会ったこう、ね、ね、美人さんがこう囲んでるとか帰ると。いや、それがあったら苦労しないんですけどね。ああ、そうですね。でもファンの方っていうのはこうどういう世代が多いんですかね。いろいろ、そうですね、大阪の時からもずっとお世話になってる方も、はい、その50代ぐらいの僕の両親と同じ年ぐらいの方とかも、この前もあのレコーディングで大阪に帰った時に、はい、その連絡が来て、はい、で連絡取ってたら、その家に鍋を食べに来いっていう感じ。ファンの方が。そうですね、誘っていただいても鍋をいただきました。ご馳走になって、はい、あ、レコーディングはじゃあ大阪の方で。大阪で、はい、そうですね。まあ、タイトルがこう田舎っていうことで、はい、やっぱりこう田舎を愛されて。田舎好きですね。都会に出てきてやっぱり思うのは、やっぱホームシックとかになりました。ホームシック、そうですね、空を見た時に夕日とかを見たらやっぱり田舎の時と同じ風景がバッと浮かんで。そうですよね、空は続いてますからね、うん、続いてますね。そうかそうか。まあこのあとね、まあ、この今日発売のね、はい、今日というかまあ収録日なんですけど、はい、まあ、今日発売のまあ曲「田舎」をですね、皆様に聴いていただくんですけれども、はい、まあ、こちらはどんな曲ですか？田舎から上京してきて、はい、歌うわけなんですけど、はい、そのだんだん
都会の色に染まっていくというか、はい、自分が汚くなっていくなっていうふうな思いがあった中で、はい、やっぱりその忘れてはいけないことがあるんじゃないかと思って書いた曲です、はい、じゃあぜひね皆様に聴いていただきたいと思います、はい、じゃあ北川椎也さんで田舎です。確かなぬくもり。
感じて素晴らしいラジオを聴くのね、皆さんも癒されたんじゃないかなと思いますけれども、本当にこう歌詞をね今手元にあるんですが見てて、本当になんかこう北川さんそのものみたいな、もう田舎の風景をパッと、作詞作曲もご自分でやられて、はい、全部自分でさせてもらいました。すごいです。ギターも弾かれて、ギターもそうですね、はい、すごい。これはもうもしかしたらねビッグヒットしてで、もうね、優先とか言っちゃうかも分かんない。ああ、もうどんどん出していただきたいです。そしたらまあ僕もね、こうすでにこう捕まって一緒にこうコーラスで、あ、コーラスでコーラスさんとダンサーで、はい、ぜひダンスダンサーいらない。ダンス、そうですね。この時聞いててすごい、あのペンライトにあ、はい、こう合うんじゃないかな。もうそうしてもらえると本当に歌ってる時も嬉しいですね。ニヤニヤが止まらないです。ニヤニヤが、この後のライブも楽しみですね。まあね、こんなこう音楽に癒された後はね、まあ、ちょっとブレイクタイムということでね、はい、まあ、僕のおすすめパンをね北川さんに召し上がっていただきまして、はい、ちょっとあの感想をね、まあ、いただきたいなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。こちらあの、ね、ガサガサうるさいですけどカフェというねパンなので、はい、ちょっと召し上がっていただきたいんです。はい、いただきます。はい、どうぞ。ちょっとビニールが上に、はい、うん、美味しいですね。あ、これ、ありがとうございます。まあ、実は僕ね、うん、あのまあ、歌手なんですが、まあ、うん、パン屋さんで働いてまして、うん、でまあそこのね、まあ、長いこう定番商品なんです。え、もう一口いただきます。どうぞどうぞ。全部食べてください。うん、デニッシュ自体が好きなんで、うん、あ、そうなんですか。結構好きですね。コーヒーに合いますね。あ、本当ですか。じゃあ朝食はパン、うん、朝食は、うん、違う。そうですね、パンを食べるときもあります。あ、本当ですか。うん、デニッシュってこうねカロリーが高いんですよね。ああ、そうですね。そうそう、だからあんまりこう食べ過ぎると僕みたいになっちゃう。まあそこはねちょっと気をつけていただきたいんですけども、はい、気をつけます。はい、ありがとうございます。まあね、まあ、美味しいってね感想いただいてね本当に嬉しいんですけども、まあちょっとね、まあ、こうブレイクタイムということで、まあ、こう北川さんのね、まあ、プライベートな、はい、まあ、話題にもこうちょっと掘り下げていきたいなと、はい、言っちゃいますか。はい、思うんですけども、まずねプライベートっていうかね、どうして歌手に、はい、なろうと思ったのかなっていうのをね聞きたいなと思うんですが、歌手になりたいなと思った時が、うんうん、あの遅いんですけど18歳で高校卒業の時になりたいなってもういきなり、あの進路を決めるそうですね。へ、はい、で初めはあの EXILE のキヨキバさんが好きだったんで、はい、あのそういう人になりたいなって思って始めたんですけど、結構いいですよね。そうですね、あの僕のさよなら愛しい人でした。あれ好きです。はいはいはい、はい、キヨキバさんの曲で、そうですね、あのキヨキバさんのその時はまだ解散してなかった、あの、はい、EXILE としてやったんですけど、はい、あの学校専門学校に入ってから、はい、あのアコースティックギターに目覚めてしまいまして、そこからだんだんあの山崎まさよしさんが好きになったり、あ、でもコロコロ変わるって、そうもうコロコロ変わっていって、え、で今は誰なんですか。今は離れ組さんですね。あ、離れ組、はい、おー、すごい。でも本当にアコギもね、はい、腕前もなく素晴らしい。いえいえいえ、もうとんでもないです。まだまだすごいね、うん、このぜひあの僕の歌でも弾いてもらいたいな。もうぜひ楽譜があれば、あ、本当ですか。ぜひ、はい、お願いします。で、はい、まあね、本当北川さん素晴らしいね、まあ、歌声の持ち主なんですけども、まあ、地元自慢をねちょっとしていただきたいなと思うんですけど、はい、地元自慢ですか、はい、一回、はい、滋賀県の栗東っていうところなんですけど、はい、土地の価格が安いとかそういう関係で、一度だけ日本一
住みやすい場所っていうので、滋賀県の栗東市が選ばれまして、そしてまあ住んでるんでそんなに実感がないんですけど、あ、住みやすいかどうか。住みやすいって、じゃあみんなの前の人も、はい、なんていうかこうアットホームで、アットホーム、そうですね。あ、はい、でまあね、はい、鍋食べに来いとか、鍋食べに来いとかも、いいですね、友達が家に来たらもう勝手に冷蔵庫開けるわとか、じゃあ何、あの玄関の鍵はかけずにみたいな。あ、そうですね。今ないですもんね、はい、そういうのね。もうないですね。もうあの友達でもこうね、うん、むやみに冷蔵庫開けられないみたいな。あ、こっちの方は。そうですね、もう、あ、いいな、それで、はい、このね、まあジャケット、田舎のジャケットなんですが、はい、まあ、あの北川さんがねこうギターをこう片手にこう、はい、どっかこう、どっかを見ながら、どっかを見てると思うんですけどもね、はい、そのバッグがこうススキがねあって、はい、で空もすごい綺麗、うん、で、まあ、家の近くだそうなんですよね、はい、でこの裏のジャケット、まあ、買わないとこれ見れないんですよね、はい、そう、買っていただきたいと思うんですけども、皆さんにね、で夕日にこう照らされ、これは川？川ですね。あ、川なんですか。がそばにあってこうススキが揺れてね。ススキが揺れて。まあこう本当にここで本当にこの田舎がこうかかったら、はい、まあ、すごいいい雰囲気に。もういい雰囲気ですよ本当に。この CD っていうのはこのどうすれば買えるんですかね。そうですね。基本的に手売りなんで、ライブハウスに足を運んでいただくか。はいはい、路上ライブもやってるんで、はい、そちらでお買い求めいただければ、そう、あの全国に、ね、はい、出没されてますんで、はい、もう全国規模、全国規模でね、まあ、ビッグな方ということで、はい、1枚500円で売らせていただいてます。すごいリーズナブルで、リーズナブルで、僕本当にね、あのすごい失礼なんですけど、いつもこう、うん、ゲスト の, あの方が来られて、まあ、曲がこうかかるじゃないですか、で、うん、それまで聞いたことがないから、もしその、うん、なんていうの、あ、あの確かに、そう、あの変な、例えば変な曲だったら、はい、とかすごいあの音痴とかだったらさ、うん、どういう風にこうフォローしたらいいんだろうってでもあの今回本当に聞いて、あ、なんか本当に胸ときめいちゃいましたね。いや、まあ、そう、でもあのパーソナリティ泣かせっていうか、パーソナリティ何、喜ばせ、喜ばせみたいな感じで、でまあ、地元自慢の話をねしていただいたんですけど、はい、まあ、ご兄弟とかいらっしゃるんですか。はい、3人兄弟で、僕が全員男で、僕が真ん中です。真ん中、はい、団子3兄弟の真ん中、団子3兄弟の、そうですね、もう一番逃げ場がない位置です、ね、あ、そっか。どんな感じで離れてます、年は。兄が、年子ですね、1個上で、弟が4つ下ですね。4つ下、はい、あ、じゃあご家族もこの活動を応援して、おー、してくれてます、はい、いいですね、なかなかこうね、うん、家族が反対とかね、あ、多いですね、ありますもんね、うん、あのご家族はこう音楽やったりとかしてるんですか。は一切やってないです。あ、そうなんですか、はい、兄があの高校の時にバンドをしてまして、密かに憧れてた部分があって、もう今はもうあの服屋さんの店長してて、出世してるんですか、まあ、若いのに店長、若いんですけどね、もうすごいです、もう。そう、北川さんもおしゃれですもんね。いえいえいえ、もう全然、やっぱりこうお兄さんのこの影響で、影響なんですかね。え、北川さんちなみにメイクしてます、はい、メイクしてないです。あ、してないですか、はい、してんのかと思ったんですか。あ、もう肌が白いって、そうそう、僕最初会った時に、はい、なんかこうすごいなと思って、はい、このストリートライブに出てくるのにメイクをして出てきて、はい、すごいあのプロ意識が高いなと思ったんです本当に。あ、そしたらまあ、はい、ね、自腹というかね、地肌です、地肌、はい、もともとまあ美しいというね、いや美しい、いや、まあ、今ほら韓国とかでほら美しい肌の男性っていうのは流行ってるじゃないですか。ああ、ぴったりぴったりです、韓流ですね。そうそう、まあ、これからね、まあ、女性ファンも獲得してて、はい、ね、人気になっていただきたいと思うんですけども、はい、ね、まあこちら北川さん、まあ、ネットでもね、まあ、ブログをやられてるそうなんです、はい、これはどういうふうにしたら出てくるんですかね。インターネットを開いてもらって、はい、北川慎也で、はい、北川慎也ミュージシャンで検索したら、はい、アメーバブログの方にも行きますし、はい、ミクシーをされてる方は検索、はい、キーワード検索で北川慎也、はい、東大南北の北に三本川、はい、慎也が慎むです、はい、うんうん、やーがなりで検索していただいたら、うんうんうん、北川慎也で出るんで気軽にお願いします。いいお名前で、いや、まあ、そうそう、僕なんかあの平凡な名前でもっとなんとかやとかね、ともやとかだったらよかったなといつもね、親にこう言うんですよ、なんでこんな名前なのとか言うんですけどもね、はい、ちなみにこうお兄さんとかこう何お父さんの名前っていうのはこう関係あるんですか。例えばシンが全部つくとか、そうですね、もう慎太郎とか慎三郎とか、父親は
そんなことないんですけど、兄弟は全員ヤーがついてます、はい、最後に。おー、はい、いいですね、はい、ヤスリーみたいなねで、まあ、今ね、まあ、1月16日にねライブがあるそうなんですけども、はい、こちらはどちらで、横浜市内の、はい、最寄り駅が、京浜東北線、はいはい、根岸線、京浜東北根岸線の石川町というところを降りて、今すごい発音良かったですね。京浜、京浜、京浜、京浜で、ちょっと大阪弁入って、京浜入ってましたか？京浜、京浜、バカにしてるでしょ。いやいや、してない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 です。尊敬してます。はい、尊敬、尊敬の眼差しで見てる。それならありがとうございます。その石川町出ていただいて、はい、中華街の方向に進んでいただいて、はい、そこからはマップを見ていただいたら、はい、FAD 横浜で、はい。はい、すぐ出てくるんで、でこちらでもねこのまあ田舎を帰る、はい、ご購入でもう歌うんですよね、もちろん、はい、歌います、歌わせていただきます。皆さんあのぜひね、あの来る時はペンライトを持って、はい、もうしてこう振っていただいて、そうですね、ペンライトか、うん、麦わら帽子か、あでも冬なんで、すすきでもいいんじゃないですか。すすきが一番ベストです ね、やっぱり、はい、こうみんなお客さん帰った後に下にこうね、うん、散らばって散らばってるか歌ってる時に隣のお客さんに迷惑ならないように、うん、そうですね、そう、北川さん後から掃除しなきゃいけないね。そうですね、もう本当すいません。まあ本当にで、まあ定期的にね、まあ、あの火曜日に川水でライブされてるそうなんですけども、はい、あの東京で、はい、まあ、火曜日は溝の口、溝の口ですね、もう、まあ、ギリギリ神奈川県なんですけど、ね、神奈川、はい、で水曜日は伊勢崎町、はい、まあ、伊勢崎町って言ったらもうね、もうストリートライブの聖地というか、ね、そうですね、そうですか、まあ本当にねこれからこう、まあ、本当に田舎もねどんどんこうメジャーにこうなっていって、北川さん自身もだんだんね、うん、こうビッグなアーティストになっていくだろうと横目でねこう見てるんですけどもね、はい、まあ本当にゆずを、まあ、目指す、ゆずを超える、はい、超える、まあ、勢いでアーティストに、はい、なっていただきたいなと思います。はい、まあ、そんなわけでね、まあ、ゲスト、はい、まあ、前半後半今日は忙しい中ね、これからなもうレコアツライブがある中にねわざわざ来ていただいた、はい、本当にありがとうございます。北川慎也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、エンディングでございます。2012年初のね、ラジオいかがだったでしょうか。まあ、本当にゲストの方もね、あの北川慎也さんという素晴らしい、ミュージシャンの方に、登場していただきましてね、まあ、本当にあの、まあ、ゲストの方がねこう素晴らしい方だと本当に僕も緊張せずに話を進めていかれるんですけどもね、まあ、あのどうしてもこう相手が緊張しちゃうと自分も緊張しちゃってね、まあどうにもなくなってしまうんで、マック君本当に北川さんありがとうございました。はい、まあ、2012年スタートということですね。まあ堤と真紀 TT、 まあ今年のね、まあ目標といいますかね、まあそれをですね皆様に発表したいと思うんですけども、まあ去年確か改革とかね言ってたんで、まあ何をね、まあ去年改革したのかなっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあそうですね、今年はまあ改革をして、あ、今年はですね、あの去年は改革をして、まあ今年はまあさらにこう成長とね、まあ変化の年にまあしたいなと思っています。まあどんどん自分も音楽的にも人間的にもまあ変わっていかなければいけないですしね、そして成長していきたいなと思っております。まあ、実はですね、まあ、YouTube なんかも、まあ、去年本当に多くの人に見ていただきまして、まあ去年合計でまあ10万、視聴回数以上見ていただきまして、ブログの方もですね、まあ50万アクセスぐらいいただきまして、まああのまあ、歌とかそのライブ活動の他にもですね、まあ、こういろんなこうネットでの活動の機会も、まあ皆様に与えて、いただきましてね、まあ、本当にいい年だったなと思います。まあ、今年もさらにね、まあ、YouTube も、まあ、こう歌だけにとらわれず、まあ、いろんなこう素の堤と真紀 TT を出してですね、まあ、もっとこうエンターテインメント性をね出していきたいなと思います。まあ、早速、まあ、去年ですけどもね、まあ、紅白歌合戦のこう、
何出場歌手名簿とか言ってこう ずらーっとこう、ね、テロップ流してみたりとか、まあこうまあ、ニュースがあったら、まあ、速報で流してみたりとか、まあね、新しいことをしてますけどもね、まあ、もっともっと、まあ、今度 YouTube 限定でね、ぜひあのライブなんかもやりたいなと思っております。はい、ぜひね、まあ、世界で見れますのでね、多くの方に、見ていただきたいなと思います。そして今ですね、負けないでの、まあ、バトルエクストライの、負けないでなんかもね、まあ、本当にあのたくさん YouTube に流してますので、そちらもぜひ聞いていただきたいなと思います。まあそんなわけでね、まあ、2012年もまあ楽しく、過ごしていきたいなと思っております。皆様今年もね、まあなたに何回も言ってますけど、まあ、3回目4回目言いますけど、本当に、よろしくお願いします。今年も頑張ります。それでは、最後にですね、皆様この曲を聴いていただきたいと思います。どうぞ。去年は東日本大震災が起こりまして、日本全国、そして世界がですね、悲しみに包まれました。2012年今年も引き続きですね、私、歌手として人間として、東日本大震災で、被災された方々のために、できることをやっていきたいと思っております。それでは、この曲を聴いてください。バタフライエフェクト空へ、東日本大震災チャリティーアルバム、収録負けないでです。幸せのときめき覚えているでしょう。パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝いてるあなたでいてね。負けないでもう少し最後まで走り抜けて、そばにいるわ。追いかけて遥かな夢を。